こんばんは。今日は、宇宙元旦のようですね。3月21日2022年、皆さんいかがお過ごしですか？私は今物思いにふけながら、どうしようかな、皆さんにご挨拶しようと思っていました。で、宇宙元旦って何かって、宇宙のお正月ということで、今日会う人とかね、関わる人、こういった人たちとね、すごく縁が深いですよっていうね、日らしいです。で、私も3年前になるのかな、2年前かな、まあ宇宙元旦の日に会った人とはすごく縁が深いという経験をしています。まあ家族とね、今日は祝日なので、家族と今日は一日中まったりしてますなんていう人多いんじゃないかなっていう気もするんですが、こういう場合はね、家族とやっぱり縁が深いのかなって考えたらあれかな。まあ1年ごとなのかしらね。でもまあ偶然この今日という日にあなたが誰かと会う約束をしていたというと、その人とまあ縁が深いんじゃないかなっていう、おまじないなのかなおまじないって変ですよね。まあそういったことなんだなと思ってください。今風も吹くしね、花粉もすごくて、今花粉症ひどいんですけど、まあ縁が深い人ってね、時に幾分の魂のつながりがやっぱりあったりするんですよね。そういう人は自分をこう助けてくれる、お金面で助けてくれる人であると、まあ少しだろうけどね、その養ってくれるとかそういうことじゃなくてね、ビジネス的にちょっと関わりがあったりとか、前世からの縁があったりとか、ご縁というねものがあるんだと思います。で、縁って何かなっていつも思うんですが、例えば今ねこの動画を見てくださってる方、この皆さんも私はそのネットを通してご縁があるわけですよね。で、皆さんがこう見てくださる、ね、聞いてくださるから、やっぱり励みになっていて、あ、再生回数やっぱり上がってると思って、あ、何を撮ろうかなって毎日頭の中にあるんですけど、まあね、さすがに500回超えてくると被るわけですよね、いろんなことがねでもあれかなって最近ちょっと悟ってます。同じことだって切り口違うし、年が変わればねまた内容変わるしね、気にしないでテーマ一緒でいいのかなって最近は思っています。まあどんなにねこう苦しみを捨ててもね、楽しくね生きてくださいねって言ったところで、その苦しみを断ち切るっていうこともいろんなやり方もあるし、苦しいと感じていない、苦しいのに肌から見たらあの人苦しいよねって、縁のある人がね、たとえ言ったとしても本人が苦しいと思ってなかったら苦しいということに感じないわけですよね。だから苦しさっていうこともいろいろあるから、まあこういうことをねいろんな角度から話していけばいいのかなって今は思っています。で、この動画の目的はまあいろいろね撮っていく中で変わっていくんですが、究極的にやはり苦しむ人を一人でも減らしてね、幸せになるというかね、楽で楽しく暮らせる、自分に、変化する成長する、今の時代の新しい時代のやり方というのを覚えてほしいなというのがやっぱり目標です。宇宙元旦に向けてやはり皆さんにご挨拶兼ねてご縁というね、ご縁のある人へ、また皆さん自身がね自分のご縁のある人にね今日は話しています。さて、中盤に行きました。縁というところでねもう少し話そうと思います。縁っていうのは総量が決まっているということをご存知ですか？例えば縁が100というね数値化したとしますよね。とすると50を占めている人がいたとします。あなたの心の中の 50% を占めている人、またはこと、会社であるとかね、こと含めてね、でこういうものがあると残り50という、縁しか自分の中に入れることができないわけですよね。
だからよくあるじゃないですか、恋愛とかで別れると次の人が来るって、別れないと来ないよっていうことあるじゃないですか。それとか、すごく大事な人が亡くなった後に新しい人が来るっていうことを聞きますよね。これは縁が終わって、そこに空間、縁というね、他の新しい人が入れる空間ができたから、他の人が入ってきたと考えてください。だから例えばしょっちゅうこう連絡取ってる人がいると、自分の縁っていうのはその人との縁でぎっしり詰まってるので 恋愛とかね、新しい縁って来ないわけですよね。私がやっぱり新しい縁に出会ったのっていうのは、両親亡くなった後ですよね。介護、最後はもう介護でね、毎日病院行ったり、ね、親に会いに行ったりしてたので、この時間もありますよね。心の占める割合もあるけれど、相手にかける時間っていうのも結局亡くなったことによって空いたわけじゃないですか。ここに新しい人たちがね、まあ、皆さんですよね、要はね、Facebook とか YouTube とかノート .com とかね、こういった人たちが入り込んできたわけですよ。で、それまでやろうと思っていたけどもできなかったっていうのは、やっぱり自分の中に余裕がなかったことももちろんありますが、何よりも縁というね、括りの中で、隙間がなかったんだろうなって思うんですね。だから例えば自分が執着している縁があると、新しい人来ないわけですよね。ということに気づきました？だから自分の心の中を占めてる人が、自分の好きな人ならいいんですけど、嫌いな人っていうか、嫌な人がね、自分の心の中を占めてると、なんだあいつあの野郎、なんで私に対してこんなことするんだみたいな、こう怒りとか不満とかね、こういった感情で相手との縁を結んでいると、もう本当にもったいない人生が さっきちょっとあるもの見てて、人生をね、80年として、そのうちに自分がしていること、睡眠であるとかね、食事であるとかね、こういった仕事であるとかも、こういったことを全部差し引くと、まあ32年分の余暇があるみたいなことを書いてありました、言ってましたよね。で、32年分をあなたは何に費やすのかみたいなね、ことを言っていて、1日2時間、そのずっと80年間、まあね、まあ、いろいろどういう計算したのか分かんないんですけど、2時間何かに気を取られると、7年分、80年分の7年。その2年、2時間というね、毎日の2時間という時間は7年分にもなるそうです。7年間毎日2時間何かすることで、自分の朝から晩までの3、あの24時間全部7年分を費やすほどの、思いなわけですよね。だから「なんだこいつ、なんだこいつ」を毎日2時間やっちゃうと、あなたの人生7年間無駄にしたことになっちゃいます。もったいないですよね。だから楽しいことを7年、ね、毎日2時間考えたいと思いませんか？思いますよね。だから私は今やっぱりね、小説っていうか児童文学か、ね、文学書いてて、文章をやっぱすっごく目に入るんですよね。いろんな人の面白いと思う文章の書き方とか表現方法とかも食い入るように見る時間っていうのはすごくありますよね。自分の好みっていうのはね、そもそも本の好みっていうのは今かなり昔に比べて変わってきてるんで、ライトノベルなんかもすごく人気高いですよね。アニメになったりしてたりとかね、小説なんかもドラマになったりとかね、それだけしっかりしたものが多いので、すごく参考にさせてもらっています。で、これも一つのご縁ですよね。ある小説に出会って、その小説も6時間とか8時間とかずっと読んでるんですよ 面白くって、最初読んだ時は感覚で面白いんですが、何回か読んでいくと、言い回し、あ、こういう表現するんだ、こういうふうに持っていくんだっていうね、その話の、展開の仕方とかね、全体のバランスはやっぱね、長編になるとどうしても
全体が一貫したものはあるんだけど軸ぶれるんですよ。私長編書かないんで短編書くんで、どうしてもバシッバシッバシッとこう短編の中でちっちゃくまとめていかなきゃいけないんで、表現方法は違うんですが、でもご縁、やっぱりご縁なんですよね、その小説たちがね。だから今自分がね、人とはね限らないと思います、縁に関しては。私のその小説に出会ったっていうのも小説というね、そのもののとのご縁なわけで、皆さんとその YouTube を通して出会ってるってこともご縁だと思うんですよ。実際にそのお会いしてねっていうものではないじゃないですか。だからまあね、セミナーやってくれって話もありますけど、やっぱりこれだけコロナ、まあね、ネットでやればいいんですけど、まだそこに思い至ってません。まあ、来月はちょっとお友達呼んでセミナーしようと思ってます。対談式のセミナーにしようと思っています。で、皆さんが参加するっていうよりも対談式で質問とか会話をしながら動画を撮って、まあもちろんね、セミナーに来る方は顔出ししませんけど、この方からね質問をされながらいろいろ2人でおしゃべりするところを動画に撮って配信できたら楽しいなと思っています。すいません、人見知りなんです。私本当に人が苦手なんですよねって言うと、友達に何言ってんだお前そのコミュ力で何言ってんだって言われてしまいますが、結構人見知りなんです。すいません、セミナーやれって言われても人見知りなんです、ごめんなさい。まあね、私が活躍しなくても他の方が活躍してますから今はいいんですとりあえず今は、皆さんに今日はご縁、ね、ご縁というものは、量が決まってますよって、誰かがねこう自分の心の中いなくなると新しい人が入ってきますよ。で、今日は縁がね強い誰かに出会ったりとかね、それこそ街中行ってね誰かとぶつかってすれ違ってとかね、この間ある人がタリーズに行って待ち合わせで、そこで私待たせておいたんですけどね、その彼女が隣の人と喋ってましたよね、外人さんで、うん、私ちょっと銀行行ってくるからごめんねって待っててって言ったら2人で楽しそうに喋ってました。これもご縁ですよね。 LINE 教えてとか言われたなんて言ってました。そんな街中でそんなナンパというかねことが発生するんだと思ってちょっと驚きましたけど、まあ今日3月21日にね、ぜひとも、縁が強い日だということなんでね、で出かけて行って出会ってもいいし、ふっとね誰かと喋りたいなと思って電話してもいいし、まあ LINE でもいいじゃないですかね、ちょっとこう送ってみて返事が来てもいいじゃないですか。こんなねご縁をぜひとも、楽しんでください。またねー。